はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。おはようございます。さあ行きましょう。始めていきましょう。一緒に頑張りましょうね。頑張れよ。というわけで、フルーツタルトですね。え、参戦してなかったっけ。すでに、あーっと、中断されたクエストデータがあります。だって、あー、録画丸ごと消えちゃったんですよね、電池切れで。ん、どういうこと。とか言ってるうち、クリスマスキャンペーン、これが何日なんだ。25日だけか。12月11日なんで、バージョン3になった時からですね。なのでこの辺がバージョン3になると始まるってことですね。まあ、まだまだこれからです。私が頑張らなくちゃ。朝のトレーニング、どう、気持ちいい、役に立てた、頑張ってるわね。日本が大好きですけど、この世界もいいところですね。すっごく助かりました。ノーマルクエスト2分の1はまだやってますよね。メインクエストか。曜日クエストやる途中で消えたんだよな。クラフトクエスト、桜トリックが空いてるので、本日はこれをやっていこうかな。ハカと、そういえば、こいつらです。あ、でも、これって多分、土属性には弱い。や、あ、土属性は、風属性には弱いんで、チェンジです。でも、アバババば出すんだったら、アバを、土属性か。この辺かな。60か。ミリーナイトメア。行ってみましょう。クエストへ出発。見過ごすわけにはいきません。私だってやる気ですよ。今は我慢の時だね。ワンツーダウンアップ。この虫は気持ち悪いな。これでどうですか。どこか。どうかな、聞いたかな。モリ、アゲ、ヨー、ピヨー、ピヨーですね。うん、死ななかった。いいですね。倒した。やったー。
テイクラフト クリアってなってますね。本当かな？あ、これだけか。すみません、助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。サクラトリック、これか。報告可能になりました。キス？親しい仲だとこいつみたいなノリであるでしょ。いろいろもらえますね。私の家具に不備の二文字はない。お、なんか机が出てきた。クリメトコミューがあります。雫っていたよな、いったはずなんだが。あんまりうまみがないな。なるべくならあのこの辺の中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。受注可能、受注可能、受注可能。プレイ中はまあないよね。キルミーベイベー行ってみよう。安な。なんだよな。カーゴだな。50回か。ヤスナを結構重視しないといけないってことですね。ヤスナって何属性だったっけ。例えばクエストで そこでオリベヤスナですよ。フルボイスなんです。こそこそしてるけどどうしたんだろう。防具よし。ソーニャちゃんも、うん、こっちには気づいてない。そうかな。あとは後ろから忍び寄るだけ。ソーニャちゃん、積年の恨み話させてもらうよ。ヤスナさん。うわってなんだ、キララちゃんか。すみません、驚かせちゃったみたいで。ところで、さっきから何してるんですか。え、それ聞いちゃう。そんなに興味ある。いえ、ちょっと気になっただけなんですけど。仕方ないな。そこまで言うんなら教えてあげるよ。お、スルーされた。ほら、あれ見てよ。焼きそばパンは買ったし、あとはナイフ用の砥石くらいか。ソーニャさんですね。買い物の途中でしょうか。見てよ、あの油断しきった顔。果たしてそうだろうか。買い物中に気を張っている方がおかしいと思いますけど。その油断が命取りなんだよ。私は今からソーニャちゃんを超える。え、突然どうしたんですか。超えないよな。見ててよ、華麗に倒
してくるから。ソーニャちゃん、覚悟！ろくなことにならないと思う。持ってきた。キララちゃん、手首外された。防具越しだから大丈夫だと思ったのに。ソーニャちゃんも少しくらい手加減してくれたっていいのに。そもそもなんでソーニャさんを倒そうとしてたんですか？ほら、私今ナイトじゃん。防具もつけてるし、ナイトの力でソーニャちゃんを倒せると思って。喧嘩でもしてるんですか？ああ、そんなことないよ。でもせっかく私も強くなったんだから、一回くらい倒しておかなきゃじゃん。なるほど。コテのおかげで普段より手首が痛くなかった気がするし、この調子でいけば倒せるはず。さっきから防具のこと信頼しすぎじゃないですか？とにかく今の私の力を駆使すればソーニャちゃんに太刀打ちできるはずなんだよ。なんとしてでもソーニャちゃんを倒さなければ。ヤスナさんのこのやる気はどこから出てきてるんだろう。目指せ打倒ソーニャちゃん。すごいモチベの高さですね。大丈夫か。キャラクターレベル100にしないと総先は見えてきません。最後に予備クエストやりましょう。予備クエスト、これか。僧侶の修練場行こう。分かんない、この状態で戦おう。あといくつ残って、あと2つか。星4にしたらダメなんだろうな。星4にしたら2つ超えてしまう。1つを星3にしないといけないな。何でもいいです。強いやつだったら何でもいい。行ってくるです。早めに出そう。だこれ結構長いからな。それが電池切れの原因だった。きっと大丈夫。攻撃は最大の防御。手加減しませんよ。言うほど OK でもないような。皆さんのやる気をアップします。守りもしっかりしなきゃ。必殺の一撃倒した。強い。うまくいくといいんだけど。まあ勝つことが大事なんで。ここで使おう。行きます。私がやらなきゃ。お客は足が速いから。それ OK。 変えられないしな。行くよ。普通に攻撃するしかない。攻撃は最大の防御。オッケー、2つ一気に溜まった。来い。でもこれで終わっちゃうんだろうな。行きます。
これは流れるんだ、ビジュアルとしても。本当のスペイン戦闘だよな、ズニャンは。お、いろいろ溜まっていきますね。ソロ修練場以外は何がある？進化はいいからな。炎属性の強化素材を集めてみよう。いろいろありますね。長距離行ってみよう。これね、敵がね、この辺のクラスじゃないと難しいんですよね。水属性しかないです。とあると選択肢がそんなにない。250あるんだ。私もついてっていいですか？緊張してきちゃった。お願い、間に合って。炎属性耐性は大きいな。特に自分弱いから自分に行ったこう。弱いやつを行きましょう。あ、知らないな。何するんですか？やばい。失敗かも。2回攻撃してくるんだよな、相手は。お願い、間に合って。とりあえず1体倒しときましょう。あ、アズヤン死んだ。なんてことだ。危ない。気をつけて、負けないから。今は我慢の時だね。これ一体。よいしょ。ちょっと今度トールがやばい。守備を回復。よいしょ。まだまだこれからだよ。いいですね。強い。ラストです。行くよ。行くよ。さあ、トロピカルビッグウェーブ。水を使うて、ディフェンダーのショーアップ。気持ち悪い。ハペコ来たか。別解除ってなんだろう。あ、やばい。ここは倒さずに。守りもしっかりしなきゃ。みんなの力になれますように。下がって、私はやるから。これ一体どうしよう。
私見せます。あのね、私実は浪人。私も協力するよ。行こう。行くよ。へい。これに懲りたらもう来ないで。結構激しい戦いだった。状況もやっとこうか。考えれば早めに盗塁チェンジしとっか。まあ大丈夫でしょう。ガンガン攻めるよ。きっと大丈夫。痛いよ。少しは安心できるかな。残り1体。決めちゃっていいかな。行くよ。倒した。残り2体、雑魚に。よいしょ。そうだね。うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。これなら。どうかな？聞いたかな？倒さない。なんとかしなくちゃね。大丈夫。ちょっと待ってね。こうすれば平気かな。やられる前にやっちゃう。倒したわけよね。神様。はい、ということで、ちょっと遊んでみました。ギルミーベイベイ関係のクリエイクラフトとか、強化素材、曜日クエストとかやってみました。いかがだったでしょうか。引き続き11日をバージョンアップに向けて、走り始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。